なるほど、初めてのお使いかな。最初は4番に乗って TY に乗り換えて横浜。ソスケ大丈夫かな。この電車に乗って着いたら TY に乗って。着いた。 TY はどこだ。東横線の横浜方面なんだけど、わかるかな。小柳さん待って、あれ逆方面じゃない。ソス頑張れ。あれ横浜がない。どうしたの。これ横浜つかないんですか。そうだね、横浜だと反対だね。戻れないですか。大丈夫だよ、次の駅で向こう側の電車乗ろっか。いいんですか。お兄ちゃんが伝えとくから安心して。ほら行ってらっしゃい。乗りまーす。そしてママすごいじゃん、一人で来れたね。うん、もう一人で行けるもん。すいません駅員さん、どうされました。30分のください。どうぞ。今日は荷物多いね、一大イベントなんで。行ってらっしゃい。テスト内容教えてくださいよ。教えないって言ってんだろ。スペイン人のことを南蛮人って呼んだってとこ出ますか。教えません。失礼します。おう胸を、遅刻か。電車が遅れてて、これ遅延症です。おうそうか。あとこれ。なんだこれ。先生の大好きなフルーツタルトです。クラスみんなでお金出し合って買ったんです。あ、ありがとな。でも誕生日でもなんでもないぞ。テストの内容を内緒だぞ。すいません駅員さん、どうされました。遅延証をもらえますか。私もいいですか。こちら30分の遅延証です。ありがとうございます。みんな遅れてごめんな。先生聞きましたよ。何をだよ。体育の南先生と結婚するんですよね。おめでとう。おめぽよ。くだらね。まったく誰に聞いたんだよ。ああ、ありがとな。国語と体育の先生って関わりあるんですか。まあまあな。いつから付き合ってたんですか。ちょっと前からね。今日も一緒にいて遅れたんでしょ。そんなわけないだろ。さあ授業始めるぞ。先生の慣れ初め聞くまで無理。大変そう。わかんないよ。豊橋行き、まもなく発車します。どの出口に行けばいいんだろう。ん？お姉ちゃんどうかした。あの鶴橋の行き方がわかんなくて。鶴橋ってことは近鉄で行くの。はい、確か赤い電車で。八幡系のことだ。八幡系は特急火の鳥のことだから、13時発の火の鳥63列車に乗れば大丈夫だよ。あ、はい。ここまっすぐ行った、広小路改札出たらすぐだからね。ありがとうございます。詳しいんですね。違うの、子供が電車好きだから一緒にいると覚えちゃうの。僕も八幡系乗りたい。なるほど、本当に助かりました。じゃあ気をつけてね。バイバーイ。なんか泣けちゃう。ああ、なんだ。ただいまホーム上で非常停止ボタン扱われたため急停車いたします。大丈夫かな。まったく急いでんだぞ。安全の確認が取り次第発車いたします。ん、こんなの待ってられるか。窓から出て他の路線に乗り換えだ。危ないですよ。黙れ小僧、俺は忙しいんだ。安全の確認取れましたので発車いたします。やばい。すいません車掌さん。どうされました。窓からおじさんが出ようとしてます。すぐ向かいます。おいごらてめえ、どんなに急いでようが危険な行動はするんじゃねえ。俺は急いでんだよ。もしこのまま発車してたら恐ろしいことになってたぞ。もし急停車した際は僕らが最も安全な道をお知らせしますので、車内で待っていてください。はい。くそが。ん、くそが。どうされました。くそが。お客様何があったんですか。俺の前には止まらねえのか。俺を避けてんだろ。避けてる。電車だよ、乗ろうと思ってここで待ってたのに俺の前には止まってくれねえじゃねえかよ。あ、各駅停車乗る予定でしたか。そうだよ、各駅停車は8両編成ですので、あちらの看板の奥にしか止まらないんですよね。止まらないじゃなくて止まらせるのよ。俺が手を挙げたら止まるのよ。タクシーじゃないので無理ですよ。すぐ帰った。帰った。五十嵐もう出ちゃうぞ。行っちゃっていいっすよ。またサボりか。待ってやるから乗ってけよ。たく、ドアホームオーライ。五十嵐、学校まで遠くて大変だな。よく通ってるよ。2時間半車掌さんと一緒なのきついっすわ。こっちのセリフだわ。もっと近くに学校なかったの。俺天才なんでその辺の学校じゃレベル低すぎちゃって。よく言うわ。はい、お待ちください。五十嵐着いたぞ。だる。いいから早く降りろ。だれ。頑張れよ。すいません駅員さん、遅延症ですか。30分のください。どうぞ。ありがとうございます。ご
これから期末テストを返却していきますが、名前のないものがいました。失礼します。胸よ、これお前のか？あー、そうです。何点ですか？0点だ。え、なんでですか？名前がないだろ。あー、すいません、すぐ書きます。今やっても遅いんだよ。何をやってもお前は0点だ。名前がなくて本当に0点にする先生いませんよ。ここにいるぞ。お前は冬休み全部補習だからな。僕だけなんてむちゃくちゃですよ。もう一人仲間がいるぞ。普通に0点だった。頑張ろ。チーズ。新章ですか？50分のちょうだい。どうぞ。あざぽよ。そろそろタクぽよちゃん来るって。胸を決めてこいよ。お、おう。おはぽよ。ん？どうしたの？タクぽよちゃん、俺ずっと、え？ずっとタクぽよちゃんが好きでした。付き合ってください。ごめん、私好きな人いるの。よく頑張った胸を。頑張った頑張った。好きな人って俺のことか？バラッチ。うるさい。あ、はい、行くぞ。ん？わあ！ちょっとソウスケ、何やってんの？大丈夫ですか？なんで行けないんですか？どこにですか？ハリーポッターに出てくるホグワーツです。ちょっと駅員さん、気にしないでくださいね。あ、もしかしてホグワーツ魔法魔術学校へ入学ですか？はい。ですと、ロンドンのキングスクロス駅9番線と10番線の間に9と4分の3番線に入る壁がありますので、そこに突進してください。わかりました。するとホグワーツ特急列車が待ってますよ。やったー。ママ、ロンドンに行こう。パパに相談だね。うん、行ってらっしゃいませ。はい、急行列車通過します。ご注意ください。ん？お？誰か待ってんのかな？だーりー。イガラシ。おお、タクポよ。え、私ずっとイガラシのことライクだったんだけど、ラブになりたいから付き合わない？俺でよければ。マジ？やだぽよー。うっす。あれ、タクコ。あれ、タクコちゃん、何やってんの？いや、なんでもないよ。今日寒いね。おい、イガラシ、職場体験どうするんだよ。行かねえっすよ。ダメだ、強制参加だ。だる。とりあえずここ行ってみろ。つまらなかったら俺が何でも買ってやるわ。何でも？何でもだ。今の時間ですと13時2分、6番線ですね。行ってらっしゃいませ。はぁ、まもなく列車発車します。ご乗車になってお待ちください。時刻往来、10、時刻往来15秒円進行、発車。一日お疲れ様でした。一緒に仕事できる日を楽しみにしておりますね。あざした。イガラシ、どうだった？つまんなかったっす。そう、そうか。なので腕時計買ってください。ん？おお、もちろんだ。そうか。申し訳ございません。そうか。作れないんですよ。そうか。お客様、分かってくださいよ。どうして JR 東海の株主割引が使えないのよ。ここは JR 西日本だからです。同じ JR だろ、割引の切符を買わせろ。昔は国鉄で、くくりは一緒だったんですけど、今は JR でも東海さんと西日本では全く別の会社なんですよ。ふざけるな。じゃあ割引はどこで作ってもらえるんだ？新大阪まで行ってもらえると。岡山から新大阪まで行けだと？笑わせるな。申し訳ないのですが。あ、そういえばもう一箇所株買ってたな。これだ。東日本のです。どうか。寒ー。冬のホームは凍っちまうよ。え？嘘だろ？真冬の長野でミニスカ？信じられない。駅員さん、電車遅れてる？あ、10分ほど遅れてます。オケパヨー。あの、お姉ちゃん、寒くないの？え、バリ寒だよ。だよね。でもミニスカ可愛くない？あー、可愛いよ。ギャルは寒さより可愛さ正義だから。すごいね。僕なんて全身にカイロ貼って重いコート着ないと立ってられないよ。うん、あったかそうだけど、バリダサ。バリダサ？乗りまーす。急げー。あー、栗浜行きまもなく発車します。ふー、間に合った。あれ、ソウスケ？ソウスケ？ん？え、まさか電車とホームの隙間に？以上、大丈夫ですか？ソウスケ！安心しろ、わしが両手を掴んでおる。ソウスケを助けてください。行くぞ。うりぃー。ママ！ソウスケ、なんともない？うん、大丈夫だよ。よかったな。本当にありがとうございました。おじさん、ありがとう。おう、まあホームは危ねえからよ、坊主と手つなぎやれよ。はい、ぜひお礼をしたいので連絡先だけでも。そんなもんいらねえよ。ああ、いい運動になった。かっこ
ぽよ。チーズ。新章ですか。30分のちょうだい。どうぞ。あざぽよ。さあ、大掃除をするぞ。まずは机を運べ。うっしゃ。胸をちゃんと机の中は整理しろって言ってんだろ。すいません。重い机だな。誰のだ。おはぽよ。たくぽよ、これお前の机か。だったら何。なんでこんなに重いんだ。トリマ教科書全部ぶち込んでるから。家で勉強しとらんってことか。授業で全部覚えてるんで。嘘つけ。授業も来とらんだろ。ピンポン、保健室行ってくるからトリマ運んどいて。まったくギャル強。言った、すぐ行くから待ってなさいよ。大変だ大変だ。列車通過します、ご注意ください。ん、ゆうた、ゆうた。おばあちゃんどうされました。孫が入院するみたいでお金を渡しに来たのよ。入院するからお金を。さっき電話があったんですか。そうよ、それで北海道から東京まで飛行機で来たのよ。北海道から。孫がおばあちゃんにそんなことさせるか。一度ご家族に確認の電話してみましょうか。ああ、そうだね。もしもし、美代子。え、ゆうたは入院なんてしない。やっぱりか。ああ、じゃあすぐ帰るからね。ゆうたくん、元気でよかったですね。危なく騙されるとこだったわ。お礼にこれを。いらないですよ、気をつけて帰ってくださいね。くそが。お客様終点です。は？車庫行っちゃうので降りてください。え、ここどこ。所沢です。うーわ最悪。もう電車ないんすか。今日はもうないですね。だる、東久留米まで歩きなんて無理なんだけど。マジそれ。東久留米までならタクシーで3000円ぐらいで行けますよ。3000円も払うならカラオケでオールじゃね。違いね、行こうぜ。指の混ざり、頬の香り、夫婦を超えて行け。え、キンさん。すいません、キンさん、どうされました。10分の遅延をください。どうぞ。ありがとうございます。次期生徒会長ですが、このまま早手が欠席の場合、不戦勝で西川となります。よし、このまま行けば次期生徒会長は俺だ。西川ラッキーだな。西川できんの。早手くん休みかな。では時間となりましたので、次期生徒会長は西川。遅れました。早手。早手が来たぞ。早手頑張れ。早手くん。では早手、スピーチ時間がないので一言だけお願いします。はい、とりあえずみんなで青春作りましょう。青春最高最高。では反応で分かる通り、次期生徒会長は早手になります。あざーす。誰がーチーズ。中小ですか。20分のちょうだい。どうぞ。あざぽよ。今日玄関でタバコの吸い殻が発見されました。このクラスじゃないと思うが、知ってる人は教えてください。誰だろう、あいつじゃないよな。おはぽよ。え、タクポよ、玄関でタバコの吸い殻があったんだ。心当たりはないか。あ、それ私の。え、言っちゃうんだ。お前がここまでのバカだとは思ってなかったわ。親御さんにも連絡するからな。は、なんで。当たり前だろ、未成年のタバコは違法だ。は、私吸ってねえし。昨日ボランティアでゴミ拾いしてて、その時玄関でゴミばらまいちゃったの。そうだったのか。犯人扱い受けるんだけど。うわ、悪かったな。スタバおごりね。分かった分かった。来い西川。俺の剛速球受けてみろ。おりゃ。ちょっと男子、ちゃんと掃除して。1年間お世話になった教室の大掃除だよ。はいはい。もっと散らばってやって。金魚の糞じゃないんだから。もっと離れろよ西川。離れればいいんだろ。うわー、遅延症ですか。掃除しに来ました。離れすぎだよ。え、金さん困らせんな。ねえ誰か私のセーターの毛玉掃除して。ダメだこりゃ。チーズ。遅延症ですか。40分のちょうだい。どうぞ。あざぽよ。ゲッ、バラッチがスカート狩りしてんだけど。ダクボよ、ちょっと来い。やっべ、膝掛けで隠そう。おい、膝掛けを取れ。チェックできんだろ。本当は足見たいだけでしょ。そんなわけないだろ。高速違反がないかチェックしてんだよ。大丈夫、膝隠れてるでしょ。膝掛けで隠してるだけだろ。取れ。もうわかったよ。テイ。おい、何をする。ダクボよ。おつぽよ。あいつ、あれ、切符がない。どうしよう。やばい、早くしないと受付終わっちゃう。これ使えよ。え、いいんですか。いいから行けよ、大事な試験なんだろ。あ、ありがとうございます。ありがとうございます。あれ、お兄ちゃん切符は。なくした。じゃあもう一枚買ってもらうよ。そんな金ねえよ。それじゃ困るよ、警察に通報するよ。めんどくせえな。お前不正乗車しようとしたんだろ。おい駅員。何ですか。こいつの分もこれで。え、あ、わかりました。あんちゃん、
かっこよかったぞ。お、あざす。メリクリー。新章ですか。うん、今日は私があげる。お、ありがとうございます。来年もよろぽよ。おい西川、行ってこいよ。嫌だよ、今あいつのとこ行ったら殺されるぞ。おはぽよ。どうした？みんなでプレゼント交換してたら榊原に。あいつマジつまんねえな、取り返してくる。え、バラッチ、みんなのプレゼント返せ。なんだそのふざけた格好は。学校は学ぶところだぞ。だからクリスマス学んでんじゃん。そんなお遊びはいらん、早く授業の準備をしろ。ああ、せっかくバラッチのプレゼントもあったのに。じゃあ、くぶかせ。いってらー。榊村サンタの参上だ。ギャル強。やばいやばいやばい。うわっ、って、どこ見てんだ、クソが。すいません、間もなく最終列車発車しますよ。うわあ。はい、のぞみ号発車します。雨は夜更けすぎに、ゆうとの嘘つき。ちょっとお兄さん、切符はホームでずっと彼女が待ってるんです。うん、今日だけ特別ですよ。ありがとうございます。きっと君は来ない。一人きりバカ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 、ゴミ取ろ。ソウスケ何やってんの。お寿司の弁当が食べたい。さっきおにぎり買ったでしょ。お母さん、ちょっといいですか。え、私なんかした？罰金とか言われたらどうしよう。お子様は小学生ですか。いえ、保育園児です。新幹線の席に座るときって膝の上ですか。はい、外をずっと見てるので。ですとお子様はただでいいですよ。え、そうなんですか。はい、座席を一つしか使ってないので、お母さんの分だけで大丈夫なんです。知らなかったです。こちらは払い戻し分です。ありがとうございます。ソウスケ、何、お寿司買っちゃおっか。やったー、笑顔よし。ご乗車ありがとうございます。ん、よし、うまくいった。すいません、西小坂からです。チップはお持ちでないんですか。どっかでなくしたのよ。こんな短い距離でなくすか。ちょっと待っててください。え、どうも、豊橋拓庵です。こちら西小坂へ、どうされました。さっきそちらで改札通った人いましたか。今日は朝から誰も来てないですね。ありがとうございます。お客様。なんだおかしいですよね。今日は西小坂へは朝からお客様がいなかったみたいです。そんなはず。お客様が幽霊か透明人間だったら納得できるんですけどね。困りましたね。困ったことはおまわりさんに相談しましょうか。許してくれ。え、栗浜行きがまらかしたします。降りるぞ。おい、どけ。おい、クソガキ、イヤホンを外せ。今すぐイヤホンを外せ。これ補聴器です。なんだよ。すいません、紛らわしいから外せ。なくたってちょっとは聞こえるんだろ。おいごらてめえ。ん、てめえはメガネ外せんのか。え、外したらほぼ見えなくなるわ。だったら同じことだろ。補聴器を外したら全く聞こえない人だっているんだよ。目が悪ければメガネをする。同じように耳が悪ければ補聴器をする。メガネも補聴器も一緒だよ。これからもっと理解を広げていってください。はい。一人でお出かけかな。うん、一人で名古屋まで行くの。すごいね。行ってらっしゃい。光の7号車の10の E、ここだ。おいガキ。え、そこは俺の席だ、どけ。ソウスケ。じゃあ切符見せてください。え、生意気なガキだな。僕は7号車の10の E だ。お兄ちゃん、席合ってるよ。クソが。お兄ちゃんかっこいいね。あんな怖いおじさん倒しちゃったんだもん。僕はもう泣かないんだ。ママ、これは約束したんだ。強くなったね。ご乗車ありがとうございます。遅れてすまんの。おっちゃん、3分後の電車乗れるかの。3分後ですか。なんとかします。メトロさん、どうした。3分後の 5345F で車椅子のおっちゃん行けますか。ギリギリだな。オッケー、なんとかするわ。さすがです。僕おっちゃん連れてくんで、降車駅にレダーお願いします。任せとけ。榊原さん、それじゃあ行きますよ。飛ばせ飛ばせ。おやっべ、エレベーター故障中じゃ。こりゃ無理か。タキちゃん、メトロさん、階段で行くぞ。え、あ、はい。せーの、よいしょ。進む。それでは行ってらっしゃいませ。ありがとうな。タキちゃん、俺たちのスピードは超特急さ。イガラシどこいんだよ。ん、おっとっと、キャー。お客様、非常。いった。お客様大丈夫ですか。今すべての電車を止めましたので安心してください。あの酔っ払いマジ殺す。何があった。酔っ払いが女性にぶつかったんです。まったく
おいお前、はい、自分が何やったか分かってるか。もし電車が来てたらどうなったと思います。忘年会でお酒飲みすぎちゃって許してください。酔ってたら何でも許されると思うなよ。酔ったあなたもあなた自身ですよ。あ、はい、今日あったことは一生忘れるなよ。忘れません。これお金いくら取れる？